八谷道彦は日本の医学者内科医師である。1945年の広島市への原子爆弾投下で被爆しながらも広島低心病院院長として被爆者の治療と原爆症の研究を行い、その苦闘の記録は広島日記として各国で出版された。八谷が勤務した広島低心病院9棟。現在は 広島低心病院級外来胸被爆資料室都市で公開している。1903年、岡山県に生まれる。岡山県立矢影中学校、第六高等学校を経て1929年に、岡山医科大学を卒業する。その後、同大学の稲田内科にて研究を行い、1938年に学位を取得した。そして1942年には、 広島低心病院の院長に就任し、これによりご反省を大きく変えることとなった。1945年8月6日、広島市への原子爆弾投下で被爆、八谷自身は、低心病院近くにあった自宅にいた太ももを中心に、木材、ガラスなどの破片が刺さるなどの大怪我を遺い3近い傷の縫合を受けた。八月十一日、怪我から回復し職場復帰。 院内改新をはじめ、患者の病床録作成を医師に指示した。患者たちの白血球が減少していることを突き止め、爆心からの距離、被爆位置と白血玉数の関係を地図にして公表した。原爆投下直後の56日間の職務記録は、1955年に広島日記を出版。後世界18カ国にも翻訳された。印税は、 被爆小ジラ向けの奨学基金、広島有林小学会の設立に使われた。八谷は1966年8月15日に、広島停心病院院長を辞職、岡山県に帰郷し、成功うどくの生活に入っていたが、1980年4月13日に死去した。ありがとうございます。